猫ってさ、リラックスしとう時とかさ、喉鳴らすっていうやん。なんかさ、みんなゴロゴロ鳴らすっていうやん。あれでもさ、実際さ、猫飼ったやつ分かると思うけど、ブー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 って言わん。なんかゴロゴロ言わんくらいブオブオ言わん。俺初めてあれ聞いた時、猫からブオブオ音がしとうと思って、排熱できてないパソコンみたいな音がすると思って死ぬほどビビったじゃないか。分かる？え？みたいな。調子悪い時のパソコンの音がうちの猫からしとうと思って、俺死ぬほど焦って動物病院に電話しちゃっちゃう。猫から知らない音が鳴ってるんですけどって言って、今から連れて行ってもいいですかって言って、どんな音ですかって言われて、ボワボワ言ってるんですよねって言って、どういう時鳴りますかって、なんか近くに来て触ってる時に突然鳴り出しましたって言ったら、あ、それ喉鳴らしてるだけなんで大丈夫ですよって言われて、あ、そうなんですね、ありがとうございましたって聞いた。いや、ゴロゴロじゃなくない？ゴロゴロなると思ってたわけよ。ゴロゴロは言わんぞ。びっくりするって、猫から知らん音鳴ったら。結構焦るよ。いや、めっちゃ不安になったし、マジで。しかもめっちゃちっちゃかったけん。俺のご飯のやり方がとか、こうわかる？離乳食みたいな食わせとったけど、これ良くなかったのかなんかわかる？なんか、いろんな心配あるやん。ちっちゃい猫やけん。どうしようってなって。めっちゃ焦った、マジで。知っと、これ猫飼ってないやつ知らんと思っちゃうけど、猫って爪にも神経通っとうらしいっちゃんね。やけん、深く、しっかり切りすぎたら、痛がったりするらしいけん、ちまちま切るよ。それ聞いてから爪切んのマジ怖くなって。怖くない？あ、犬もそうなんだ。めっちゃ怖と思って、マジコソコソ切るよ、ちょぼちょぼ切るよ、マジ死ぬほど怖いやん。そんな血出るん怖と思って、さすがにもうどれくらい切ったらいいかくらいは分かるっちゃけど、それでもやっぱちょっとドキドキするもんね。動くやん、あいつら。なんか普通にこんなするやん。おお、やばいやばいって、チョークスリーパーするぞ。さあ動くなって。あと風呂入れる時がマジで大変やった。最初バカやったけ、2匹同時に入れたっちゃん。したらマジで本当にスマブラみたいなことされて、クソ焦って、それからは1匹ずつ入れるようにしとる。マジで焦った。ほんと2匹入れたらスマブラみたいなことするぞ、あいつら。しかも2対1。マジやばいもん、あいつら。マジですごかった。知らんかった。俺んちの猫、片方バカっちゃう。片方バカで、どれくらいバカかっていうと、水飲む時とか、前足片方水の中入っとったりするじゃんね。バカやけん。で、そんなんばっか見とったけ、好きなんかなって思ったわけ。水飲む時に、前足水の中入れて水飲みよったけ、あ、こいつバカで水好きなんだと思うわけ。なんかたまに飲み水をペッてして、みたいなしとっちゃう。飲み水とかにちょっかいかけて、みたいなしとけ、あー、こいつ可愛いね、バカで水好きなんだと思っとったけ、マジ油断しとった。あと乾かすのがガチで時間かかるけ、超大変だ。やめてくださいとか、あー、逃げないでとか、部屋びちょびちょ、なんかやめて、マジやばかった。やめましょう、あ、タオルがもったいない、そんなびちょびちょで走り出すのやめてくださいよ、タオルがもったいない。とんでもなかった。あとなんか子猫の頃トイレが好きやったっちゃね。うちの猫なんか2匹ともトイレがめっちゃ気に入っとって、でトイレの中とかにしばらく溜まっとったわけよ。仕事から帰ってきてパッて見たら、うんちの足跡がててついとって、トイレでうんちした後にトイレで溜まって、トイレでじゃれあったりする、うんち踏んどって、踏んだまま部屋走り回るけど、うんちの跡がベベベベベってなっとって、やめてくださいよ、ウィックルワイパーがもったいないって。拭き寄ったら見に狂っちゃう。うわ、こいつうんち拭いてるみたいな顔して見に狂わけたい。マジでこいつと思って、マジ頭おかしい。足跡うんこマンがと思ってさ、嫌な気持ちになってさ、仕事疲れたと思って帰ってくるわけ。疲れたと思って帰ってきて、うんちの足跡ついて、あー、うんちだ、足跡ついちゃったと。しかもうち床白いけん、バリ目立つわけよ。まあいいか、家猫もうんこくせえわ、死ぬほどびっくりするぞ、マジで。俺衝撃やったもん。俺のうんこより臭いかもしれんと思って悩んだ。どっちが臭いかいな、マジで。俺のうんこより臭いかもしれんない。初めて入った時もマジで怖かった。マジで人間みたいな声出しながらゲロ吐かん、あいつ。うんうんみたいな言うやん。マジ焦ったし、普通に俺家に人おると思って、うわ、家に酔っ払いが紛れ込んどう、どうしよう。人間みたいな声するやん。めちゃくちゃ焦るよね、あれ。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。